INFP さんは初対面やあまり深い関係じゃない時でも話してみると全然壁を感じないんですよね。なんかすごくリラックスしてる感じ。そう、これがあのロード・オブ・ザ・リングの主人公の男の子です。妖精な感じです。まあ、おとなしいけどって話ですよね。おとなしくてニコニコしてるか、うん、なんか柔和な感じ、うんうん、主人公別の作品だがスター・ウォーズのルーク・スカイウォーカーも INFP かなと思います。まあ、初めおっとり型でしたもんね、うん、ハン・サロが結構ガチガチのいいな感じなんですけど、うん、ではこんな INFP さんがもし、まあ、私みたいな ESFP、うん、まあ、16タイプでは私 ESFP になりますので、はい、私みたいな ESFP と INFP さんが付き合うとどんなことになるんでしょうというところで、うん、ESFP と INFP の相性、2つの特質が共通する ESFP と INFP は表現豊かに思いやりを示す優しい関係を築きますと。調和を大切にし好奇心旺盛な2人は互いの感情や欲求を理解したいと思っている。そうだよね。 ISFP は INFP の創造性、独創性、スピリチュアルなところに惹かれる。一方 INFP は ESFP の遊び好きなところ、冒険心があるところに惹かれると。また ESFP はあまり生真面目になりすぎず時には危険を犯し社交や冒険を楽しみ日常の喜びに感謝するよう INFP に助言します。一方 INFP は一人の時間と社交に充てる時間とのバランスを取りもっと将来を楽観視するよう ESFP に助言しますと。 ESFP でも楽観視するようにって INFP からは楽観視しないよって言われるんですね。どっちから言われる？ INFP 型の人が一人の時間と社交に充てる時間とのバランスを取り、うん、取るようにしてですね、うん、もっと将来を楽観視するよう ESFP に助言しますって書いてあるんですね。なので INFP から見ると、うん、ESFP は楽観的じゃないんだって今ちょっと、うん、あ、ま、今のことを一生懸命なんか言いちゃってるみたいなことですかね。あ、なるほど、うん、やっぱりなんかこの辺やっぱちょっと違うタイプ同士が互いに支え合えることができるといいですね、うん、なんか相手に不満を覚える、うんうん、ESFP は人生を満喫しようとして、うん、愉快なことがあれば逃すまいとするが、うん、INFP は慎重で生真面目ですと、うん、ESFP 型にとって人生は精一杯楽しむべき贈り物ですが INFP 型は内省しない人生は生きるに値しないと思っており、うん、ESFP 型のことが衝動的で軽薄に思える時がありますと、うん、またどちらもあまりに計画性がないので常に慌てることになり、うん、約束を守らなかったり締め切りに間に合わなかったりすることが多くなりますと、うん、また ESFP はスポーツ好きで体を動かすのが大好きですが INFP 型は頭を使いたいし考え事をしていたいと思います。その上双方とも対立を避けようとするので問題が生じても話し合いをせず毒のある皮肉を言い合うことになりますと。なるほど。なんか昔、はい、うん、ある女の子に告白した時に、うんうん、軽いって言われたのを思い出しました。なんか聞いたことありますね、はい、うん、なんでやっぱり僕は軽薄に見えるようです、うんうん、いろんなところで、うん、悪いとこばっかりです。そう見えるって話ですもんね。やってるからしょうがないんですけどね。本当しょうがないです、うん、はい、この INFP さんと、まあ、僕みたいなタイプが良好な関係を築くには、うん、時間をかけて自分の気持ちを的確に言葉で表現しようと、うん、要は分かってもらう努力ですね、うん、はい、詰めるのではなく分かってくれと、うん、こういう考えなんだよ、あなたを詰めてるとは思ってない、まあ、お互いにですよね。でもお互い様、確かに
分かってようでもないわけですよね。ただちゃんとどうぞちゃんとちゃんと説明せよって話ですよね、はい、あとただ INFP さんは反応が遅いので、うん、辛抱強く待とうと、うんうんうん、なのであの弁が立つ人は、うん、わーって言えるけど、うん、それはちょっと時間を空けましょうねって。それでも ESFP INFP です今日あ、うん、との人に対してでもですよね。せっかちに答えをすぐに求めるな。ああ、俺のことだってごめんなさい今僕は今先生の立場で喋ってましたね俺のことだった、うん、確かにせかしがち、せかすなって話ですよね。根気を強く待てって話ですよね。申し訳ございません、うん、私のことでした確かに、はい、頭がいいあとは INFP さんが一人になれる時間を尊重しよう、うん、時間を守り遅刻をせず約束を守ろう。あとは社交に夢中になり INFP さんを寂しい思いをさせないようにしようねって書いてあります、うん、なるほど。シャットアウト分かると、うん、言い訳や気持ちを聞かれると聞かされるとイライラするので、うん、シャットアウトする、うん、あ、言い訳とかこういう気持ちでやってましたっていうのはイライラするんですね。分かる気はします。 T 型の人、あ、まあ確かにね仕事の時はそうかもしれないですね、うん、もういいってそれはみたいな、うん、分かったと分かった分かった、まあ、この分かった分かった、僕も分かった分かったはありますけど、うん、それをどう聞いてるか、あ、まあ仕事によりますねそれは、うん、あるわ、僕もあった、ありがとうございますそうですね。グッピーさん、 INFP と一口で言っても牽制感が強くて T っぽく見える人とアニメや漫画が大好きでよく社交する人両方いる感じがしますと。まあでもまあここでも書いてあった通り、うん、芸術家と言われる、はい、まあ、ある意味理想を追ってる人ですよね、うんうん、はい、自分の世界観ですよね。なのでまあそのアニメとかはありそうですよ、ありそうですね、うんうん、なんか分かる気がします、うん、はい。トマさん、 INFP は感情の波及効果を利用していろいろとおごってもらおうとする小判ザメ型タイプと周囲に気遣いながらも内面では鬱憤を蓄積している堪忍袋タイプがいると思いますと。 ENTJ 的には小判ザメ型 INFP は怒るとすぐに感情を表に出すから、あ、トマさんは ENTJ なんですね、うん、には小判ザメ型 INFP は怒るとすぐに感情を表に出すから、まあ、まだ付き合いやすい印象だが、うん、堪忍袋的 INFP は溜めてドーンなのでヒヤヒヤすると、うん、なるほど。外交型と出て戸惑ったと、そうなんですよ、ふみさん、ここなんですよ。要は、はい、内向だと思ってたのに、うん、外交なのって出て戸惑ったと、うん、でもう何者でもいいかと思うようにしますと、はい、今僕ここです、はい、はい。